ったのであろう。スズメらの声に目を開けど、何も見えぬ。開けども力の限りに見開いたが、何も見えてはこぬ。ただ壁のような闇だ。
では、マサノリ様、お目覚めでございましたか。あなた、御所をもう出まいました。人がの診断の地に御所などということがあるものか。坊主のような。あなたの父上、楠木正成様や叔父の楠木正成様は湊川の合戦で足利尊氏に敗れて切腹された折に、七度人に生まれて朝敵を滅ぼさんと誓われたのか。また兄者の正連様は四条縄での戦で討ち死になさる前に、はえらじとかねて思えばあずさ弓亡き数にいるなおぞとどむるとの辞世の歌を残されたと聞きました。世に名だたき忠義の家に生まれて戦場に散ることもなく、こうして布団の上で死にゆくとき、正徳様は世に向こうて何と言い残されましょうや。はて、難しきことの。人はのただ生まれて死ぬ、それだけのことを大層に言わずとも、叔父上や父上、兄者のことも大方は作り話よ。それぞれが大事と思ったことに命をかけた、それだけのことよ。私にとって一番の大事はあなたを思うことでございました。何を謝られます。正徳様が世の平和に命を懸けられたように、私は愛のために人生を懸けた、それだけのことでございます。鬼夜叉にはの悪いことをしたとそう思っておる。何が悪いと言われる。私を愛されたことが悪いとでも言うのか。それとも実はのお前を愛してはおらなんだとわしがそう言うたら、私のなしたことは心底を惚れ抜いた人のためでもなければ、命がけで愛した人のためでもなくては肯定できることでした。それでも私にそれを望んだあなたは私を愛してはいないとおっしゃるのですね。ではあの夜のことただ一度の王手は私をあなたの武器として折れ粘ってる刀としてお試しになった。何事もわしの人生は世のため人のため、それが
クスの木の一族の定めよ。きれい事はもうよい。あなたはすぐ世のため人のため戦をなくすためと口にされる。したがまことに戦が嫌なら皆は山へでも海へでも逃げて大和にでも大和にでもなってしまえばよいのじゃ。皆きれいな目が来たい、おいしい珍しいものが食べたい、そう思うから逃げもせずに都に住む。そういう欲が世の中を動かしているからこそ戦が起きる。そうは思いませんか。この世のものすべてがそうなら、あなたが望む平和な世など所詮絵空事ではありませぬか。あなたは大嘘つきだ。義満様の方がよっぽど正直者だ。王よ、義満は正直者よ。足利将軍の子として何不自由なく生まれ、口にすることのすべてが本当になる身分で、誰が嘘などつくものか。なるほど、わしは大嘘つきよ。義満のような力があるわけではない。総大将として南朝方を率いても戦を決めるのは公家や帝よ。言われた通り正直に命を捨てていた父や兄を見てどれほど悔しい思いをしたことか。ならばわしは嘘をついてでも言いやり通さねばならぬこととそう思った。しかしわしのついた嘘は本当よ。わしが信じたればこそ人を動かす。信じて行えばそれはまことでもあろうはず。ならばわしは大嘘つきではない。おお本当つきよ、あの夜のこともあの夜のことも語るに及ばず。まだまだ
受けはもとより朝廷の太政百官に
国王の名を頂戴せるは、そもよのこと。堂々の名乗り、さすがは吉光様。これくらい押し出さぬか。京の都に群れ沿う古だぬきや塩歩き船に馬鹿にされるのよ。まさか、北朝の公家や皇族の中に、吉光様に逆しまな心を持つ者など。ごまんといれ。表面にたにたしておっても、心の中は悪だくみでいっぱいさ。そんなことより、吉水様、まず乗り様が。なんだか、その日まだおったか。はっ、もうよいぞ、気を利かせろ。はっ、失礼いたしまする。今までに地面の上に立っている者は根こそぎにしろ。
一から自分の手で作り直す。それが若者の特権というものだ。いたのよな、この時代にも花の申し子が。フラワーチルドレンか、良い言葉じゃ。せや、お前もお前の花、お前の美学をこの地上に打ち立てるのよ。お前の猿学能で視界を塗り替えるのよ。わしが力を貸してやろう。ありがとうございます。泉岳寺祭のこの身には重き仕事にございまするが、義満様のご薫陶にすがり、きっとやり遂げてみせまする。泉岳寺祭とはよう言うた。以上義元をはじめ当代一流の文化を学ばせ、その際も天下に並ぶものなきものと誰よりお前が知っているはず。まあよい、せや、もうてみ。かしこまりました。一流の
の猿楽上手、鏡清継の目にどう映ったかお聞かせいただけますか。美しい、これほど美しいのを未だかつて見たことがない。大したものだ。ただお前は世の中をよう知らぬ。人々の暮らし、心のありよう、若きうちより室町殿の殿上に上がり、その雅な世界の中で美しきものだけを見てまいった。いや、せんかたないことに。お言葉ですが、殿上を取って雅なだけではありません。私が神ならぬ身の定めでたどった道々に感じ取ったこと、この身に受け止めたこと、愛も悲しみも憎しみも喜びも全てを込めて作ったのを足りると言われれば、私一体どうすればよいのですか。私にはこの世界しかなかった、この世界しか与えられなかったのです。悪いことを言うか。いや、ただ惜しかったのじゃ、悔しかったのじゃ。お前のせいではない。もとより承知のこと、お前にはどうしようもないことを言ったのはわしの過ちじゃ。許してくれ。知らぬ顔して眺めておればよかった。ニコニコとお前の顔を眺めておればよかった。しかしそんなこともできることではないのだ。私が世の中を描き尽くせるというのなら、世の中を変えてしまえばよい。鬼夜叉、ここにいるのはもはや鬼夜叉ではありません。二条義元様に愛され藤若となり、将軍義満様に愛され世阿弥となったものです。ただ一人世を変えることのできる猿楽者です。Thank you.
がおりましたが。観阿弥がおった。はい。そなたの父なら14年も前に駿河で死んでおるではないか。何を迷うておる。めでたい席だ。心確かに務めよ。我が子よし継ぐが帝、天皇になろうという前祝いよ。よし継ぐ様か。そうよ。あれは瀬谷の若い頃によう似ておる。今日雀も世が瀬谷に生ませたこと冗談を言うくらい美しい子だ。あれよ天皇につけ世が上皇となって院末で世の中を思うがままにする。着飾ったあれを見ておると我が子ながら心とろける思いよ。まさに天皇たるにふさわしい美しさじゃ。この日の元もついに美が支配する世の中になる。これこそ世と世屋で作り上げてきたもの、待ち望んだものじゃ。義光様、日の元の帝は。心配するな。公家皇族らがいかに憎んでおっても、この日本国王に面と向かって文句の一つ言う勇気もないが、いかに鋼の音が京の都に鳴り響こうが、奴らの牙が世に届くことはない。ならば you
つもりでやった。あまりなし変わらくじ完全の太夫。それを口にいたしますれば、この首。
義満様を殺したのは私だ！思い悩むも無駄なこと、心安らか
72年の弱いを重ねたお体で佐渡に流されての島の暮らし、おいたわしゅうございました。さあさあ、あの世で皆様方が首を並べてお待ちでございます。そなら、お前を良い人と思い、二人で黄泉の道
言のバラ世阿弥上人に来ていただき誠にありがとうございます。参院一同に代わって座長玉取り心から御礼申し上げます。年間ほど評価商店の一座活動をいたしておりませず、まあ復活というか帰ってきたよ公演第5目が文化センターさんということで、初めてお客様にぎゅうぎゅうな思いをさせることもなく、ちゃんとお椅子に座っていただけ、時間もあまり押すこともなく、さらっと1時間程度にまとめれたことは少しは改善されたところかなと思っております。1年ぶりでございますが、皆様お元気でしたか？お変わりはございませんでしたか？座員たちもやっぱり1年に1つずつ年を取っていくらしく、もう3時間の芝居はできないみたいです。で、私はここで何をしているのかというと、実は座員さんたちは着替えていらっしゃって、私は皆様のお顔を見ながらここで一人着替えをさせて昼間からちょっと見苦しいものが出てまいりますで、お昼公演ということでいかがですか？1時からだとお食事はされてこられましたか？お腹が空いていて劇を見ていると、私もよくあるんですが、見るのを放棄して帰りたくなったとかしちゃいます。過去にそんなことばっかりしてきました。自分ところの公園でなんか長いくてね、ご飯はいつ食べれるんだろうか、今日は日切りのお地蔵さんのところで買ってきたひよこが巨大になりとても優秀で、今日はひよこが裏方を務めております。どんなもんですかね、黄色いひよこがいろんなところにいるのねえ。このお芝居の他に5月にやっぱり公演を打ちまして、昨日は説明することもなく終わってしまった、責任感のない座長と申し訳ませんが、5月の11、12、13、18、19、20勤労日、勤労日っていう感じで、スタジオネイナさんというのが柳川のロータリーのところにあります。そこで場所こそとても小さいんですが、このステージはもうできて10年以上になりますんで、結構伝統のあるところなんです。で、ここで、今回文化センター、まあ自分たちから見たらちょっと大きなところなんです。今度はもうちょっと狭いところでやってみようと思ってます。パシオンというのがあります。これはこの無限のバラをお書きになった白上隆氏の作品で、実はこれは私が今から10年前にやっぱり打ちまして、それで道をたたえてしまったような作品で、その時白上さんとちょっと約束したんですね。もっと年がいってからやってみと。で、10年経ったからもっと年を取ったかなと思うので、もう一回やってみよう。
実はだんだんこの今度やるのがちょうど私が今度やる役と年回りが一緒になるんです。でその前は本当は10歳若いのにやってたんですけども、でこれがやってみてまた10歳年いって、その実年齢よりかさらに10歳年いってどうなるかいうのもやっていくんで、この作品はあの今日やった無限のバラとはまた全然切り口が違いまして、女の子のお話で、うちの座員さんたちのうち女の子をこうバーッと出てくるような感じでやっていこうと思ってます。これはあの宣伝になるんですよね、226の頃、ちょっと話を言うと軍国少女だった女の子の話で、ちょっとラムネみたいな可愛い切ない系で、ちょっと私としては好きな話、よろしかったら表でもうすでにチケットを販売しております無限のバラ遅れましたチケット売るのよパッションは遅らせます、表にあります。これは私がおすすめしておきます。これはあのまた全然切り口の違った芝居になりますので、